か正式に。長きにわたり我らがベルムントは真の君主不在の時代を送ってきた。それは承知だろう。この龍骨の玉座も戦王エルランドゥ以来数十年主を求め続けてきた。だがそれはもはや過去の話。もう耐える必要はないのだ。今まさに摂政公が統治する時代は終わりを迎えた。今こそ皆で称える時が来た。我らが待ち望みしよう。各社王様のご到来を。おお、なんと凛々しいお姿。陛下に永遠の忠誠を。ああ陛下、どれほどこの時を待ちわびたか。活目せよ龍骨の玉座。龍に選ばれ龍を滅ぼせし者のみが座すことを許された場所が、今まさに正当なる主を得たり、我ら幸いなり。我ら幸いなり。各社王こそが我らが崇めるべきものであり真実の王だ。王に祝福あれ。王に祝福あれ。我らは皆王の治世が末永く続くことを願い、そしてまた永遠に王の助けとなることを心に誓わん。我らがベルメント王に。我らが王に。各社よ、龍をほふらんとする者よ、この世界の真なる姿を民と欲せんなら、貴様は断りを捨てねばならぬ。心を捨て、命をも捨てる覚悟で。貴様の意志を示せ。運命を変えうるのは汝の意志のみなのだ。さて、どいつだ。黒焦げだったのは。顔と名前を記録してやる。さっさと前に出ろ。お前か。お前か。おい、どうなんだ。俺を…じゃあお前か。なぜ黙ってる。お前、俺をイラつかせるな、クソポンメ。さっさ…なぜ黙ってる。お前か。あはー、わかった。お前だな。気に入らねえな。半人にしちゃふてぶてしい。半人ってのは目が死んでるもんだ。死んだところで生き返るなら当然の話かもしれんが、まさかお前はそうじゃないのか。俺たちのように死ぬのが怖いのか。だが安心しろ。3日もここで働いてれば死にたくなる。
ついてこい、ノルマども。立場をわきまえろ。悪いことは言わない。早く整列した方がいい。監督官が怒り出す前に。任務中の死後は禁じられております。ああ、助けてくれよ。ああ、面白い話でもあるかい。自分にお疲れ様って言いたいわ。話しかけないでいただけますか。どうでもいいわ。何やってるんだクズが。さっさと歩け。あっちに行ってろ、邪魔だ。傷は大丈夫ですか？無理しないでください。ここの環境はかなり悪いです。ホーンならまだしも人の身では。現場に行きましょう。彼を怒らせてはいけません。下手な行動はしない方がいいです。監督官は容赦をしてはくれません。寝酒でも買っておこうかしら。いつまでもここに。よし、仕事にかかれ。お前も働けクズが。分からねえことは他のお仲間に聞きやがれ。ここで妙な真似はするなよ。何もできんのなら放っておいてくれ。仕事をするのですね。では奥の作業場にある岩をここまで運んでください。
余計な危険に首突っ込むことないぜ。なんだ、痛い目に遭いてえのか。あちこち物が散らばっていますが、邪魔なら飛び越えてください。最近毛が細くなったわ。お疲れ様でした。では次は。何でしょう。あちらに行ってみましょう。焼酎は無防備になります。防御も低いですし、青の石に注意してください。危なくなった時は魔法で回復も一つの手です。岩や樽など持ち上げられるものを投げて攻撃することもできます。攻撃するにはしがみつくのがいいですよ。ですが心配はいりません。運命を信じるのです。あなたは各社なのですから。信じられん。あの化け物に逃げやがったか。ああ、おい貴様、戻ってくるんだ。各社様、こちらです。こちらへ、逃げるんです。
びなさい。それこそ。クソが自殺しやがった。この高さじゃ半人だろうと。一体何をやってる。撃ち落とせ。記憶なき魂よ、この世界を知りなさい。あなたが守るべきこの世界。近づいてはいけません。心配いりません。ヒュージブルに飲み込まれても私たちは死ぬわけではありません。この近くにリムと呼ばれる石があります。それを探してください。あなたが各社様なら私たちはきっとまたお会いできるでしょう。おい、大丈夫か。一体何が起きた。グリフィンが現れたと思ったら墜落して、そこにお前がいるということは、まさかお前か。グリフィンの背中に乗ってたのはよく無事でいたもんだ。手当てしてやるから砦で事情を聞かせてくれ。
スタで一撃か。いい腕だ。おそらくメルベのレンナルト殿だな。片付けるのはかなりの手間だな。しかし、こんなところに洞窟があったとは。牢獄から逃げてきたとかいう話だが、一体どこの牢獄なんだ。そんな牢獄、ベルムントでは聞いたことがない。もしかして、隣国のバタか。いや、さすがにそれはないか。あの国とベルムントは国交も途絶えてるし。そう、ゴブリンだ。あんたも一緒に戦ってくれ。体力が減ってきたら薬草か回復薬を使うんだ。敵の攻撃はガードか回避をした方がいい。斜面を使え。敵をひるませやすくなるはずだ。隙の少ない攻撃で敵をひるませるんだ。隙の大きい攻撃は大きなダメージを与えられることが多い。敵がひるんだ隙に使うといいぞ。魔物の死体をさ、お前ドラゴンを見たことはあるか。俺は運よくまだ出会ってないが、グリフィンとは比べ物にならん化け物らしいな。メルベのあの頭上を見れば、そう言われるのも納得だよ。早く拍車を収めにどうにかしてほしいもんだ。グリフィンとは信じられんよ。この間のドラゴンといい、何が。
ようこそ各社様、あなたのご到着を心より歓迎いたします。どういうことだ、ポーンどもが。ポーンであんな風にひざまずくなんて。まさかお前各社だっていうのか。リムストーンをお探しなのでしょう。ご案内いたします。さあどうぞこちらへ。これはリムと呼ばれるもの。我々ポーンの民を現世に渡らせる門の役割を持つ石です。まずはあなたのポーンをお呼びしましょう。思い描いてください、あなたに従う忠実なる者の姿を。この世界は数多ある別の世界、異界とつながっており、我々はそこを行き来することができます。ポーンの役目は、仕える各社様にそうした世界での経験を持ち帰り、役立てること。各社様、どうかお任せください。様々な異界の情報をもとに、旅の助けといたします。マジかよ。本当にポーンを呼び出ししまった。じゃあ、あんたが各社なのか？変だな。各社は今譲渡に。各社ってのは世界に一人じゃないのか。くそ、俺にはよくわからん。詳しいのは団長なんだが、あいにく今は留守にしてるもんでな。お前に話を聞くのは団長が戻ってからにしよう。それまでは自由にしてていいぞ。何？記憶がないって。だったらメルベに行ってみろ。少し前にドラゴンに襲われた村だ。各社はドラゴンと深い関わりがあると聞く。本物の各社なら何か思い出せるかもしれんぞ。各社様、私にお答えできることならば何なりとお尋ねください。我らは漂白の民と呼ばれています。異世界よりリムを通じて各社様のもとに参り、力となるが務め。しかし我ら自身、我らが何者かを知りません。我らはただ定められたなすべきことをなすのみなのです。リムストーンと呼ばれるその石は、この世界以外に存在する数多の異世界とつながるもんです。我らはこの石の力によってこの世界に渡り、役目を終えればまた元の世界へと帰るのです。運命によって選ばれ、我らポーンの民を導き、竜を打つ定めを負った方をそう呼びます。各社様がご自身の記憶を失われているとしても、その定めから逃れられるわけではありません。承知いたしました。各社様の行く先に幸多からんこと。
私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に準じます。体調は万全ですか？では行きましょう。組んでおかなきゃ。なんか膝に違和感ある気がするな。ちょっと帰った方が良さそうだ。うちの商品見ていってくれ。また来てくれよ。今回は何も買わないんですね。店主は少しざ。残念な顔をしていたかも。商品を眺めただけでも気は紛れましたよ。任務中の死後は禁じられております。よう、お疲れのようだな。休んでいけよ。今日だけはサービスしてやる。疲れたらとにかく寝ろ。そういうもんだ。寝る以外のことがしたけりゃ、もっといい宿を見つけな。今は適当に武器を振り回してるだけかもしれないが、専門的な職に就けばできることは増える。メルベに行ったら宿屋に寄ってみな。あそこならいろいろできるはずだ。早めに寝るのは悪い気はしません。待望の瞬間ですね。きっと諦めず成長すると思っていました。焦ってなどいませんでしたよ。こちらで宿の手続きと転職の案内をしております。遠慮なくお申し付けを。
毎度あり。私を選ばれるとはお目が高い。力お貸ししますよ。共に各社様の信頼に応えましょう。成長には実践。やはりそうか。私にお任せを。規律ある冒険を約束しましょう。あっちは炎の加護とやらでドラゴンを追い払うって信仰だ。ポーンも不吉の象徴みたいに思われてるんだろうよ。国が違えば天国と地獄の差だな。いらっしゃい。ものづくりって楽しい。ようこそ。いい品があるわよ。魔物や盗賊のせいで商売上がったり。また来てね。元気そうじゃない。ようこそ。いい品があるわよ。お前は兵士か。そうじゃなきゃ無事なはずもないか。最近ここいらで魔物の被害が頻発していてな。おかげで半人前の新兵どもまで送り出す羽目になった。で、誰が言ったんだ。ラックランだ。あいつは大丈夫だろう。そうだな。じゃあ向こうは。アカードだ。正直かなり心配だがな。おいおい、向こうに出たのはハーピーだぞ。あいつらに相手できるのか。なんだと。聞いてないぞそんなの。助けに行きたいが持ち場を離れるわけにもいかないし。あんたなかなか強そうだな。頼みがあるんだ。この門の先にいるアカードを助けに行ってやってくれないか。すまない、アカードを頼んだぞ。助けを求める人のところに向かいましょう。任務じゃなかったら帰りたいよ。さあ、どんどん行きましょう。先手必勝。完全完璧。それ以外に言葉なし。この調子で次も仕留めましょう。
ですね。今なら体力は十分です。余計な傷を受けないよう縛りましょうか。素材採取できる場所がありますよ。ひとまず取っておけば後で使えます。ここに任務中の死後は禁じられております。今ので全部か。助かったよ。あんたがいなきゃ多分手も足も出なかった。入隊したばっかなのにこんなところで死ぬんだって思ったら体がこわばっちまってさ。今回はあんたのおかげで助かったけど、一人でどうにかできるくらいもっと鍛錬しなきゃダメだな。俺は急いで帰るけど、あんたのことは先輩たちにも伝えておくよ。また会いに来てくれよ。じゃあな。では成果報告に参りますか。各社様、何か忘れ物でも？よっぽど好きなんですね、物集めが。よう、アカードを助けてくれてありがとうよ。無事に戻ってくれてホッとしてるよ。まったく、あんたがいなかったらどうなってたかわからんな。あいつには実戦はまだ早かったらしい。それがよくわかったよ。まだまだ鍛えてやらないとな。ここの訓練所の教官は厳しいので有名だからさ。鍛えるといえば、あんた相当に腕が立つみたいだな。新兵たちに訓練をつけてやってほしいくらいだ。アカード殿が助かって何よりです。さすが我々ですね。よかったです。お掃除もしておかないと。あさい。世界で一番の職人になりたい。あいつなんて言ったかな。そうそう、ハンフリだ。今ベルンアースにいるそいつはやる気だけはすごくてな。
遠征任務でも剣の修行でも何でも言えばついてくるはずだ。町でそいつを見かけたら話しかけてやるといい。任務中の死後は禁じられております。はしごですね。移動に使えます。使えるものは何でも利用しましょう。各社を語って人儲けしようとしてるんならやめときな。処刑されるのがオチだぜ。うちの商品見ていってくれ。行商は辛いけど楽しいよ。また来てくれよ。武具の素材に食料にどう考えてもいろいろ足りないな。最近あちこちに魔物が出るもんでさ、物資の調達も一苦労なんだよ。マーカスに調達を頼んでるんだけど、頼み忘れたものがあってね。君手伝ってくれないかな。もちろんお礼はするよ。そいつはよかった。じゃあこれをマーカスに渡してくれ。マーカスは北で物資を調達しているはずだからさ。簡単な仕事だろ。頼んだよ。食材が高いのよ。お使いの仕事もなかなか疲れるものです。手に入れた品喜んでもらえるといいですね。合意します。こちらへどうぞ。うっかりしていました。もう目的の品はお持ちです。関係のない話ですけど、ここのポーンはみんな女性のようですね。こういう構成もありだとは思います。素材となるものを入手しました。組み合わせによって異なるものに変化します。おや、到着ですね。まずは人心地つきました。よし、これで全部だな。我ながら完璧な仕事だ。おや、何か用かい？ジェフリーから？何々？なんだよ、まだ必要なものがあるって？この荷物を抱えて物資集めなんて無茶だぞ。悪いが、そこに書いてあるものは君が集めてくれないか。なるべく急いでくれよ。あまりジェフリーを待たせたくないからな。では、頼んだぞ。
入手方法はまずは探してみましょう。調合で作れそうですが素材がありませんね。取れるところまで案内しますよ。案内します。近くまで一緒に行きましょう。得意げですね。言うからには任せますよ。行います。何かに使えるかもしれません。調合で作れそうですが素材がありませんね。取れるところまで案内しますよ。近くまで案内します。ではお先に。頼りにしてますよ。今から先導しますのでお付き合いを。突っ走って追い越さないように願いますよ。ではお先に。頼りにしてますよ。襲撃者がいないとは我らに恐れをなしたかな。敵だらけよりはいいんですが。調合で作れそうですが素材がありませんね。取れるところまで案内しますよ。案内します。近くまで一緒に行きましょう。得意げですね。言うからには任せますよ。じゃあ行きますか。もちろん成果の報告に。さあ着きました。やれやれです。どうした？追加物資はもう集まったのか？おお、完璧だ。素晴らしい。これは礼だ。受け取ってくれ。
じゃあ宿一に戻るとするか。みんな待ってるだろうからな。メモに書かれていた依頼は達成しましたね。ジェフリー殿にも報告しましょうか。私にすべて任せてください。その人物のもとへお連れしますから。ではお先に。頼りにしてますよ。あ、そういえば異界では仲間をすぐ入れ替えるマスターがいましたよ。私が雇われた期間はたったの半日でした。大変参考になります。ようやっと到着ですか。うん、マーカスから聞いたよ。ありがとうね。物資集めまで手伝ってくれたんだって。悪かったね、いろいろと。とにかく助かったよ。また何かあったら手を貸してね。さすがですね。これでマーカス殿も安全な遠征ができるでしょう。悪くないですね。これは厄介だ。